の当たる部分と胸びれの根元、ここまでいったらここしっかり外しておく。これ中骨とするやん。こっちから包丁、ここ、こっち側から包材1個入れちゃいます。ほんまいつ見ても綺麗に皮引きますね、これ。これうまそう。夏の空やな。あ、どうも、釣り船の京介です。いやいやいやね、いよいよ本格的に蒸し暑い季節到来ですよ。僕のね、よう行ってるエリアでもね、そろそろ大きいヤジ回ってくるはずなんですけどね。いやいや、そんな話は置いといてですよ、今回はですね、和歌山から超抜群の鮮度でいいアジが入ってきたんでね、アジのご紹介していきたいと思います。前回動画でアジの皮を1秒で引く、これやったと思うんですけどね、今回はアジのさばき方、基本中の基本ですよ。今回ね、西田店長にしっかりとレクチャーしてもらいたいと思います。美味しい魚なんで、美味しい食べ方、これもね、西田店長にいろいろと教えてもらいたいと思ってますので、今日も最後まで僕と一緒に勉強していきましょう。ということで早速動画いってみましょう。レッツゴー。はい、釣りたいわ。味魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。最高の味が、綺麗な味、太っててガチガチ。鬼締めはまた解説するから。わかりました。今日はさばき、久しぶりのさばき。そうですよ、これアジね、結構みんな好きなんでね、釣り人の皆さんが聞きたいところを細かくやっていこうかな、今日は。ああ、ぜひぜひお願いします。じゃあこれとりあえず水洗い方法からやっていきましょう。はい、お願いします。うろこ取り、うろこ取り、さーっとな。このヒレの上はここで、はい、こう上やって、真ん中ここ、ここギリギリもしっかりやって、ここってさ、はい、こうやんねんけど、最後こうやったら綺麗に取れるから。あ、そうなんですね。で、お腹側で、ここもよう残ってるから、ここで、ひっくり返す。次はお腹の上からこうやって、で、手上げて、ここで、こうやって感じ。はい、ていうか取れへんの、こうやって。ほんで、次はヒレのところが下やから、はい、かかとでこう、ほう、なるほど。この時短く持ってたらヒレ指刺さるから、はい、こういう時はこう長く持つ。でこう、こんなもんや。はい、はい、ほんで、この包丁が引っかかるところ、引っかかるところでこうやって、このヒレの部分に向かって、この当たる部分とここの胸びれの根元の延長線上をこう切ると、なんだろう、こうで、こっち向けて、このお尻の穴からこうやって開くねんけど、これ普通の魚やったらこれで終わりやねんけど、はい、アジってさ、内臓がここまであんねん、後ろの方まであるから水洗いしにくいねん、これやったら、はい、じゃあどうするかっつったら、こっからさばく時みたいにこんだけ入れちゃう。おお、ほんだらここまで内臓があるから、ここまで、お尻の中ここやのに、ここまで入れたら水洗いしやすいから、はい、はい、これで、これ出ました、お久しぶり歯ブラシ、ベッドビーン、なんでもないやつな、どこでも売ってる、これで、ここで初めて水やこうやって掃除する。こうやってさーっとな、こんな、こんな感じね。はい、さーっと綺麗になりましたね。歯ブラシで最高や。そらだって人間の歯磨くように作られてねえ、どんだけこれに大手がお金かけてるか、ってことは最強や。最強です、うん、皆さん買いましょう。はい、ウィートウェイン150円ぐらいでやる。150円、安いのは分かんない、折れる。なるほど、水洗いしたから、はい、覚えとく。はい、ここでまな板洗えへんかったら、せっかく鮮度良くてもまずい。それはなんでなんすか。さばいてる時にここに匂い移っちゃってるから、その匂いが身に移っちゃう、その後。まな板はもうほんまに綺麗にしとかないとダメなんですね。常にな、洗えるタイミングであれば絶対洗う、徹底、絶対洗うし、絶対水切る。わかる、これはほんと便利ですよ。で、絶対拭く。はい、これでフレッシュ。
フレッシュ、うん、はい、ほんだら魚拭くときは頭の方から尾っぽの方に絶対出たほうに、はい、お腹もしっかり拭く。こっからは水分点滴、頭の方からこうやって拭いたら、はい、手に何も刺されへん。これ反対側から吹いたらさ、何かが刺さるね。魚ってこっちに向かって泳いでるやん、はい、だからこっちには何も刺さるものがほぼない。刺さる魚もおるけどほとんどないから。かつやっぱ魚に優しいやん。魚に優しいのが一番。しっかり吹いたら頭右な、尾っぽ左、背は向こう。さっきここまで入れた包丁、はい、こっから続きでここまでいくで。皮切れたいからこう、はい、切れた。ほな次真ん中の骨な、はい、中骨まで行っちゃう。行った。で、ここまで行ったらここしっかり外しておく。あー、なるほど。これでこっち側から中骨が全部見えたやん。そうですね、見えてるやろ、はい、これが正解。こっちも皮を、皮に包丁入れるだけ、スーッて。こんだけな。なるほど。こんだけ入れとく。ちょっとだけ。こっからズバッと中骨までいっちゃう。ここまで。ほう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 。いっちゃった。はい。ほんだら、今、こっち側からと、はい、こっち側からで、はい、中骨の、これ中骨とするやん。はい。中骨の山な。こっちから包丁ここまで入れた。はい。こっちから包丁ここまで入れた。この中骨の山の麓までどっちからも来てるやん。あ、来てます。もうここしか繋がってないやん。そうですね。それがこの状態やん。こっちから中骨見えてる。はい。こっちから中骨見えてる、はい、ほんだらここに逆包丁でちょんと入れる、はい、でひっくり返して、はい、ここ持ってこっちに、はあ、外すだけ、はいはいはい、でこっちピンだ。こう素晴らしく綺麗。次こっち、はい、こっちね結構僕よう失敗するんですよ。こっちちっちゃい魚になればなるほど失敗するんですよ。ぺったんこやからやりにくいから、やりにくいんですよね。教えます、はい、これ落としちゃう。落としちゃう、はい、落としちゃう、はい、ここケツの穴や、はい、ここケツの穴やからここまで最初の皮引きで繋いじゃうね。いくで、こう、はいはいはい、こうやっちゃう。こうやってそこ最後こう落とすな、あ、はいはい、でこうやっちゃう。でこっからはいつもと一緒やん、はい、真ん中まで行く。真ん中まで行った。行きます。こっから、こっち側から小技1個入れちゃいます。ここまで行ってるわけやん、はい、ここに包丁当たるやん。当たります。当たる。こっち側からこの骨をもう切っちゃうねん。それどういうことかっつったら、はい、ここに包丁当たるやん、はい、当てるやん。当てて包丁の先っぽだけでカンってやったらこっち側からこれ切れるから。おお、今からやんで。はい、お願いします。ここで今引っかかった、はい、ここな、ここな、引っかかったとこ。こっからパンってやったら切れてる。切れてるやろ、はい。ほんだら反対側からぐじぐじせんでんね。なるほど。じゃあこれまた皮だけ線入れる、きれいに、はい、まな板の奥でやったら手が邪魔で包丁をベタッとできないから。これ奥やったらさ、はい、手が邪魔で斜めになるやん包丁。はい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 、なります。こうやらなあかんやん。そうですね。こんなん持ちにくいやん。持ちにくい。だから手前にして、はい、こうやる。でここに手が当たり、はいはいはい、だからまな板と平行に包丁入れる。いくで、はい、こう。なるほど。ほんだら、はい、もうちょっとつながってるだけやから、はい、ここまで行ったらちょっと持ち上げて、はい、ここに包丁入れて、はい、ズバンみたいな。ほう、なんだろ。店長これちょっと食べたいです。また、はい、言うてましたよ、魚屋の特権ですから。お前ええことだけ覚えとんな。はい、もちろんです。時間ないからパッとやろう。あ、お願いします、うん、はい。じゃあお作りじゃなくて、はい、薬味を添えて。薬味を添えて、あれをかけてパッと食べる。まあ漁師飯じゃないけど鮮魚屋飯やな。へえ、それいこう。食べたいです、お願いします。魚包丁で、はい、こうやって入れる。ひっくり返す、はい、ひっくり返して包丁のこの上でこの骨をこう挟むように感じながら、はい、感じながら、感じながら、こっちに多く身が残ってほしいと願いながら、そう願いながら
もう最後細かい線でここをこうやったらいいから。ああいいですね。ほんなら綺麗に見えるやん。次こっち、はい、こっちも逆包丁でここを外す、はい、これ何でもそうやねんけど魚ってさ、さばく時にな、はい、あの最初に皮引いて三枚おろしとかしたやん。ちょっとライン入れて三枚おろしとかしたやんか。ああいうのをしとけば何でも綺麗にできんねん。だから魚って何でも先に綺麗に包丁が通るラインを作ってあげれば完成が綺麗なの。だからこうやって綺麗、めっちゃ綺麗です。はい、じゃあ骨抜いていく。はい、店長、はい、骨抜きのなんかコツっていうのがあるんですか。骨抜きのコツは、骨ってこの状態になったらこの断面から1、2本、3本、4本ってこうなってって、このお尻の穴の上らへんまでしか骨ないねんか、はい、その後は骨ないねん。だから指でなぞりながら骨が指で感じれるところを見つけて挟んで抜く、挟んで抜く、挟んで抜く、同じ抜く時のポイントは、挟んだ後骨ってこっち方向にこうやって入っていってるからそっちに抜かないといけない。それに逆らって抜いたら身がちぎれるから。で挟んで周りを指で押さえてあげて抜いたら失敗した。抜いたらこう周りの身が崩れない。これでピン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 抜いていく。こうやって何本か抜けたら捨てたいから、一本一本捨てとったらめんどくさいから、ポン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 ってやってって、あ、もうなくなったな思ったらこうやって調べて、チクッとせえへんかったら OK。 ほなこれを皮引く、はい、皮の引き方はアジの1秒皮引きを見てください。こここうやって、はい、こうやって準備してタオルで押さえて、はい、これほんまいつ見ても綺麗に皮引きますね。これ秒殺ですね。で押さえて、はい、全後取らんで、あーね、はい、これ全後悪い、全後悪い、これを頭こっちにして、頭からな、こうやってこう、はい、ほんで押さえて終わり。ほんなこれを鮮魚屋のまかない飯、楽しみっすね。ざく切り、あ、ざく切り、こっちもざく切り、ざく切りにして、はい、へねへね大葉、これ俺らのまかないや、お客さんにはピンピンの大葉ですよ。うん、いい匂い、大葉はいい匂いやな、いい匂いですね。はい、これを、はい、うわー、ごまをわで、ここに生姜、ある技をしたゆずポン酢、ポン酢、うん、どっち今度、うん、ここや、ここやで、これをこうやって混ぜて、はい、こい、うまそう。ほんで、さらに上からごまで飾り、はい、よ、いってらっしゃい。うわー、超うまそう。うまそう。味うまいよ、僕たち味大好き、味の漁師飯今から食べますよ。鮮魚飯の、はい、ということでこれうまそうやな。いただこう、いただきましょう。いただきます。かけんで、はい、あ、かけるんすね。ほう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 、いただきます。はい、優勝、はい、優勝、うま、
うわ、うまい、うまい、これもう説明なしや。はい、うん、簡単で最高やな。白ご飯に抜群っすね、これ、うん、はい、ということで今回はですね、超鮮度のアジ、簡単な鮮魚屋飯、これをご紹介しました。この料理方法めちゃめちゃ簡単なんでね、ご家庭でもぜひお試しください。次回の動画ではですね、干物うまいんですよ、アジの干物、これをねちょっと西田店長に詳しく聞いていきたいと思いますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということでですね、チャンネル登録の方してもらいまして、次の動画をお楽しみにしてください。ということで今日はもうそろそろ仕事がありますので、この辺で失礼したいと思います。ちょっと店長、ちょっと僕の分も残しておいてくださいよ。ちょっとまかない食わしてくれる言いましん。骨ちゃんと抜けよ。いや、骨抜いたら店長ですやん。ということで本日も自然の恵みとアジに感謝いたしまして、ごちびちでした。地球の健康